はい、今回は王座戦の挑戦者決定戦から、井山裕太四冠対一力遼天元の碁を、見ていきたいと思います。またね、またこの2人っていう感じですよね。はい、結構珍しく星、すべて星っていう感じですね。はい、結構珍しいんじゃないかなと思います。で、三三じゃなくて係ですよね。で、突く二段と。で、三三ですね。まあ、昔はもうね、こういうとこがあったら、こちらからかかってね、そういう碁だったと思うんですけど、今は、構わぬ、まあ、いろいろ、なんでもありですね。で、詰め。で、三三ですね。まあ、そうですね。まあ、この石が一応弱いので、まあ、普通は下がりでしょうかね。まあ、ここに打ってれば間違いはないかなと思います。この形にして曲がりですね。もう曲がりが来たら、もうこの石は、まあ、攻めさせて打とうっていう感じでしょうかね。で、まあ、さらに稼いでと。で、紙取りにも、まあ、軽くさばくっていう感じですね。例えばこんな感じで、まあ、これもまあ取るでしょうね。まあ、こんな感じで、生きようとするのは、なんかこんな感じでね、まあ、どう打つか分かりませんけど、攻められてね、あまりいい感じはしないんでしょうね。まあ、こうとかね、どちらから攻めるか分かりませんが、こういうのではちょっと重い感じがありましてね、これでは、やっぱり、そうですね、さすがですね、こうやってかわして、まあ、これ取っておくのもね、結構でかいような気もしますよね。こうやっておけば、まあ、結構大きいんですけど、まあ、白も、まあ、どこか分かりませんけど、詰めて、まあ、白は三三入って、跳ねと下がり打って、ここも三三入ってますんでね、まあ、白はこのぐらいのね、あれば十分稼いでるということで、ここは捨て石にしようということですね。なので黒も取りたくないということで、張って、まあ、全体を攻める打ち方にしました。で、こうですね。これもやっぱり全体を攻めてね。これはこうやれば取れこの石はね、取れそうなんですが、こういう石はもう喜んで黒は捨てますね。この1目を取ってもまだ眼がないので、こういうのではすぐ負けてしまいますね、白は。で、さらにこう切って、局面を大きくしていますね。で、跳ねも頑張った手で、まあ、このぐらい打っていれば硬いと思うんですけどね。跳ねて、まあ、黒も当然怒っていきますね。白はね、うまく捨てたいんですけどね、なかなか、いい捨て方というかね、これで綺麗に取られてますんでね。まあ、これをやっぱり取って、やっぱり黒がね、この辺りでは打ちやすくなったのかなっていう感じはしますね。ただこの時に、これで逃げ出さないんですね。もうこの石はかけたことによって、もうだいぶ安定できてますんで、まあ、これ2目そんなに、取りようはね、別に急がなくてもいいかなっていうところでもあるんですけど、こうやってこう打たせてね、それからさばこうっていうことですね。さらにこの石も動き出して、非常に、黒はね、ここも係まで頑張って、そうですね、これはこちらから打つと、まあ、おそらくこうつけ2段ぐらいでね、打つんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、一応これで渡れてますんでね、まあ、そんなに、まあ、被害なくというか、まあ、こちらから取ってくれれば、こうやってね、これさばい、脱出できますからね。
なのでつけられては結構さばき形になりますんで、こすんでね、はい、行きました。はい、伸びも、まあ、そうですね、当てられるのを嫌った手ですね。まあ、白もこうやれば取れるんですけど、まあ、ちょっと取らされた感じなんで、こうとか、まあ、三々とかね、打つかもしれませんね。まあ、これでは白も不十分ということで、コスミツケから頑張りました。まあ、こうなってみますとね、AI の勝率的には黒がね80%とかあったんですけど、これはもうこちらの石もね弱いんでね、どうなるか全然わかんないとこですね、人間の目には。はい、この辺りもね最強ですよね。まあ、逆にこうやって取ってしまおうっていうことですよね。このあたり、そうですね。白は何かどう打つか分かりませんけど、これで、そうです。これすぐにね、取られるわけではないと思うのでね、こちらから打って、この跳ね出しをね、防いで、置くとどういう変化だったのかなっていうところも気になるんですけど、この石も助けてね、これを迎え撃ちましたね。はい、これで急に攻め合いになりました。まあいろいろ手順とかはあったと思うんですけど、まあ、結果的にはこのようになって、まあ、こうになったんですね。これはつなぐとこのような感じで順番に打ってしまうと黒の一手負けになってしまいますんで、こうになりましたと。まあ、黒は、まあ、こういう切りとかのねコウもできたとは思うんですけど、振り返りの方が分かりやすいという判断ですかね。このように打ってと。これで計算ができたっていう打ち方ですね。で、これはまあ、白もね、必死の粘りですね。少しでも、こう謝ってくれれば得っていう判断ですね。なかなかコウ材が続かないでしょうかね、白は。これ、なるほど、ツケから打つんですね。これ、切りを見てますんで。ここで解消して、ここで投了となりました。これが攻め合いが黒がいいんでしょうね。そうですね、こうやってダメを詰めるのはこれで1、2、3、この図はダメですか。こうやってこの図はダメですね。こうやったら、こちらがあれですか。3でしかないですね、黒は。これはこちら取られても、つなげば、でもどうでしょうか。そうですね、これは、なるほど、ここが
ゆるみ市長ですか。ここがありましたか。こうやって。なるほど。この図ですね。はい。この図がありましたね。これで手数が、短いので、こっちやっぱり行っているんですね。そうすると、まあ、ここからこうなって、これで1234対3でね、ということですね。投了の図は。なるほど。はい。これはそうですね。これ見えてないとね、あれですね、大変でしたね。はい。ということで、ここでの投了となりました。はい。さすがに全てね、井山さんは読まれてますよね。はい。これで、芝野さんとの、5番勝負ですね。はい。が始まりますね。はい。そちらも楽しみにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。